公共曲第50番波長長方冒険 I50 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1773年に作曲した公共曲。劇音楽に由来する本作は、いわゆるハイドンのシュトゥルムーンとドラングキの革新が終わって、より軽い音楽が書かれるようになり始める時期に位置しており、残された実質原稿から1773年に作曲されたことがわかっている。 同年、エステルハーザでは、マリオネットオペラ劇場が落成し、第一作として、ハイドンのフィレモンとバウティスが9月2日に、エステルハーザを公式訪問したマリア・テレジアの午前で、上演された。この作品の助劇にあたるのが、神々の会議で、部分的にしか残存していないが、この劇の序曲は、本作の第一楽章と第二楽章に相当し、これに残り二楽章を書き足して、 公共曲の形にしたのが本作である。かつて、マリア・テレジアの前で演奏された公共曲は、第48番、マリア・テレジアと考えられていたが、H.C. ロビンス・ランドンによると、実際に演奏されたのは本作であったのではないかと考えられている。しかし、ジェームズ・ウェブスターによれば、本作の後半の楽章は、最初の2楽章と同じ紙に、ハイドンが後から書き加えたもので、 完成したのは1774年頃としている。オーボエに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、低音。全音楽章。演奏時間は約18分。全体に単一主題を意図して書かれている。ありがとうございます。